石田泰造は、日本の実業家。異下は、樹三味。君党は、君位党。旧姓は沢田。豊田自動食器製作所及び、豊田自動車工業の社長、会長、相談役。戦後の豊田自動車の立て直しをし、豊田の大番頭と呼ばれる。また、豊田英治と共に、豊田中高の祖とも呼ばれる。愛知県知多郡小菅山村あざ大屋に生まれた。 沢田徳三郎の逸を。家は、農家で、男の兄弟が5人あった。父親を早くに亡くし、進学できずで地方校に出されるところに遠跡に、当たる小玉一蔵の支援で、滋賀県立第一中学校を卒業し、しばらくは、代用教員として働く。最初の勤め先である、西洋家具屋で詳細を身につける。結婚を機に退職状況して五福問屋に勤めるも、退職。 児玉の紹介で、ハットリ商店に入社し、上海駐在中に、豊田佐吉と出会う。店主、ハットリ県サブローの休生後に、豊田防食に入社。防食時代は、リサブローの下で働き、新工場の建設の用地買収を任された時に、突然中止となるという出来事が起こる。これは、豊田自動食器製作所自動車部の、 新工場建設のために買収資金が回せなくなったというのが理由である。その工場は、衣工場の建設に充てられ、石田自身しばらくは自動車製造に対して反対し続けることとなる。豊田自動食器製作所自動車部発足後、豊田防食の監査役在任中、自動車部のピストンリングを探してほしいと頼まれた時に、本田総一郎と出会い、 ピストンリング製作の下請けを依頼。ホンダの会社東海正規株式会社は大きくなるが、三河自身による壊滅的被害とともにこの会社は、豊田自動食器製作所に売却される。その際石田自身も社長を務めていた。戦後の混乱期も、豊田自動食器製作所の人員整理や、度重なる GHQ への申請で輸出が許可され、戦後の経営危機の中、 トヨタ自動食器だけはすぐに経営が安定した。1948年にトヨタ自動食器製作所の社長となったが、トヨタの労働葬儀が激化するとリサブローより社長就任を要請される。1950年からトヨタ自動車工業社長を兼務すると、朝鮮戦争が起こり、日産自動車とイスズ自動車との入札合戦に勝利し、急速に業績が回復する。 1961年8月に会長。1971年1月に相談役に就任。1979年9月18日死去。去年90。旧君一等随法省石田は無駄をとことん嫌い、無駄なお金を一切使わなかったと言われる。これは、トヨタの危機の際に累積赤字が蓄積し銀行に融資を断られたという苦い思い出があり。 自分の城は自分で守れと内部留保をとことん増やして自前で必要な機械などを買うというやり方を行っていた。この方針は現在でも受け継がれ、トヨタはトヨタ銀行と呼ばれるほど内部留保を多く持っている。なおこの経営危機の際、当時の融資銀行だった東海銀行、三井銀行が支援した反面、住友銀行は真っ先に融資回収に走ったため、修正、 住金との取引を許さなかった。社長在任中は、ケチに徹し、紙も裏まで使い、鉛筆も短くなるまで、とことん使ったという。こうした節約で、トヨタは、無借金経営となり、現在まで続く有料な財務体質の基礎となった。俺は、佐吉沖縄から訓導を受けたが口癖で、自慢でもあったという。ありがとうございます。